怖い小野坂さんのナレーションの学校へ行こうの時代めちゃくちゃ見ててめちゃくちゃおもろかった。今日の学校へ行こうは新企画っつってね。新企画そう懐かしい。最後いっぱいずつお好きなお酒頼んで、もう最後あと3時間ぐらい ね全然ね。何がいいか。橋の2個の四角い瓶って何ですか。あ、これですか。はい、あ、これはあのさっきちょっとちらっと話してたけど、クラフトジン。出た。クラフトジン。はい、最近クラフトジンめちゃくちゃ流行ってますよね。はい、ドイツの、そうですね、流行ってますね。ドイツのクラフトジンってモンキー47と言って、アルコール度数が47度で、であのボタニカの47種類入ってる。これのジントニックとかは本当に美味しいです。うわ、ジントニック締めってめっちゃおしゃれですね。なんかね、で、まあ、ストレート飲むなら、まあ、これちょっと高いんで、高いこれは樽バージョン、樽で作ったジン、これを半分っていいですか。あ、いいですよ。半分とこれでじゃあジントニックいただいて、はい、はい、それを最後で。あ、いいですね、そのセット、そのセット。江口くん、どうする。僕もソロセットでお願いいらっしゃいませ。お待たせいたしました。クラフトジン好きな方がクラフジンめちゃくちゃ揃えてるバーがあって、僕そこでもう本当にひたすらクラフトジンをバン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 飲んで、うわすっきりみたいな、ジンうわみたいな、今日はすっきりですね。ジンっていう馬のね、あの次の馬が僕もちろん強かった馬ですけどね。出た馬娘超馬娘僕も最近やってんすよ。嘘でしょ。めちゃくちゃ強いぜ俺は。馬ピョイっすよ。馬ピョイしてますよ。馬ピョイ伝説いった馬ピョイだ。僕も一応 URA ファイナルズは一応勝ちました。嘘。勝ちましたけど毎日3回ずつ勝ってる俺は。すごっ。あの育成、うん、あのそれぞれ3回回しぐらいしたんですよ、うんうんうん、3回ずつぐらいやってるけど、うん、ようやく1回勝てたぐらいです。何でやってんの。ゴルシーです。ゴルシーでも勝つ。ゴルシーで勝ちました。追い込み難しいね。ゴルシーででもあの初めて優勝したんですけど、僕こればっかりは、うん、あの攻略サイトとか一切見ないでやってます。そりゃそうですよ。だとしたらマジでやばいっすね。もうゼロからっすか。舐めないでくださいね。攻略サイトない時からやってますね。インターネットがない頃からそうですよ。ゲームをやってるやってますからね。いやすごいな。舐めないでくださいね。いやすごいな。いや僕結構やっぱり寝る間も惜しいんでやってますから。え、無課金。無課金ですから僕は。やっぱこの世代って怖いっすね。情熱だけです。怖い情熱だけです。僕はバチバチに課金してます。無課金ですね。うーわ怖っ。馬も揃ってなきゃカードも揃ってないですから怖っ。それで優勝するんですか。毎日6時間から9時間ずつやってますから。やりすぎだ怖い情熱なめない。情熱がありすぎる。ストーリー見ていつも泣いてますから。ただあ確かに僕も初めて買って、うん、あの馬ぴよい伝説に流れた時は泣きました。はい、本当の馬の伝説だからね。ハルウララで勝つの難しいとかね。ハルウララで URA 勝ってますから。え、嘘。勝ってますか。え、ハルウララ勝ってんすか。俺のツイッター見てくださいよ。うわ、やばめちゃくちゃ怖いわ。やっぱ情熱の人ぴょんい。うわわわわわわ、怖い君の勝ち勢だ。怖いおいめちゃくちゃ怖い。踊れるからな。いらっしゃいませ。お待たせいたしました。あれ、どうしたんすか小野坂さん。帰りたくないな。ダメな癖出ちゃう。帰りたくないもうカメラ止まるか、僕らが止まるか、どっちかステイ。元放送さんさんでした。え、嘘でしょ。何をやってたんですか。 TBS の関係。 TBS もやってましたし、はい、僕も学校行こう。
学校エコのナレーションやってましたから、ね、スタッフは僕仲いいんですよ。マジかいな、はい、初代いやもう懐かしい小野坂さんのナレーションの学校へ行こうの時代めちゃくちゃ見ててめちゃくちゃおもろかった。今日の学校へ行こうは新企画っつってね、新企画そう懐かしいこれをずーっと聞いてたから、そうこれは未成年の視聴、あー懐かしい。いらっしゃいませ。お待たせいたしました。よし飲んでみよう、飲みましょう。あー爽やかー嘘でしょ、はい、なんでこんな爽やかな味になるの。まあ、いろんなの入ってる。あ、薬ってことか。47種類、はい、薬草ってことですよね。ボタニカル、はい、ボタニカルだから。ボタニカル、え、これすげえな。樽熟成のやつはあんまバーに置いてないですね。見た目が可愛いっすもんね。モンキーがものすごい凶暴やね、猿って。その話聞きたくないんですよ。猿の凶暴話聞きたくないんですよ。可愛いでいいじゃないですか。え、あ、嘘でしょ。え、どうしたんですか。ものすごい樽臭。ジンに樽の匂いが。いや、もうジンで感じたことのない味。おお、あ、え、それまた間違えた方飲んでない。大丈夫です。さすがにこの味の違い分からなかったらやばいっすよね。ドルランク飲んでない。え、すごっ。この樽なんだろう。なんかちょっと甘い、甘みあります。樽の木の甘い味。木食った時にあるじゃん。まあ木は食わないんですけど、木こうやって帰って食べた時にちょっと甘いじゃん。いや、まあ木は食わないんですけど、マルベリーの話です、ね。うん、マルベリー、はい、あのベリー系ですね。クワの実とか。マルベリー流行りの、はい、流行りですか。うん、クワの実。クワの実、よー知ってんな。今あの聞いたんだけど、クワの実って言ってください。そうなんです。僕あの小学校 の、うん、あの行き帰りでクワの実 の、 あのゾーンがあって、そこでちぎって食べるのが好きだったんですよ。あれが僕のおやつでした。そんな背でかくなったんだ。それでやっぱりあの野生なもの、そのなんかあのおやつやっぱ自分で、うん、見つけるしかないじゃないですか、うん、見つけるしかないじゃないですか。わかんないですやっぱりおやつ、親が取ってきてくれるもんだと思っていやもう自分でやっぱおやつって探すしかないですよ。クワの実は本当に一番そのなんかボーイスカウトの森みたいなのがあって、うん、ボーイスカウトが主に活動している森みたいなものが途中にあって、葉っぱ臭くない、あれ。いや、あのやっぱ色とかやっぱ手触りとかで味変わるんですよ。で一番甘いやつを食べて、うーまーって言って食べてた時に、うまっぴょい、うまっぴょい。最低ランクに落ちた。このジントニック皆さんハマります。あえてあのライム入れてないんで。え？ライム入れてない。この苦味は？あ、もともと入ってるんです。え、すごい柑橘のそのレモンの皮をかじった時のその苦味、うん、これ自体がやっぱりもう大事のすぎて、ソーダ入れただけでこんな味になるんだ。あ、それはあの一応トニックも入ってるんで、まあ、トニックのその苦味も柑橘っぽいと思うんだけど、トニックか、普通のジントニック飲めなくなるかもしれない。めいや、これはめちゃくちゃ美味しい。これラベル同じだと思ってみましょう、はい、モンキー。え、違うで。違うんですか。樽の方は樽持ってる。樽持ってる。で、こっちはハーブや、ハーブ持ってる。かわいい、これかわいい。かわいい。大きい、かわいい。言えへんのかい。いやー、小野坂さん出てくるね。小野坂さん、めちゃくちゃ楽しい時間なんですけど、そろそろ縁も高輪プリンスホテル。高輪プリンスホテル。ごめんなさい。縁も高輪。中華うまいんだよ。またこんなとこ来ましょうね。期待です。ということで皆さん、バイバイ。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。